もしもし、延長30分でお願いします。まだ、行けてないので。何が？さあ、やっていきましょうか。今回も、バイオハザード、ビーズリー。やっと、まだベロンベロンに割られてるんでね、どうしよっかな。まあ、どうせね、まあ、このね、数日後にはね、もうこの、街ごとぶっ飛ばされていくっていうところなんだけど、やっぱりちょっと開いた窓があるっていうのはすごいね、お気に召さらないっていうことがありますんで、もうね、いつの間にかね、観光ツアーところがなんかただただ30代のおっさんがベラ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 、全力で叫びまくるっていうね、そういう、ね、感じで、あーちゃん、バンザーイ、お口パックリバ、嘘、本当にそんな吹っ飛び方するかね、はい。ちょ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 、それは、穴サイズ的に無理だすで、ピクピクってしてるけどね。で、元同僚でございますね。はい。あれですよ。まあ、同僚にすら慣れたかどうかもわからないっていう状態だったんですけど。さあ、このところで油を売ってないで、さっさと地下帝国へ参りましょうか。ペリカだー！これ、本当なんだろうね。なんか、ここであれだね。なんかね、パズーとかなんか言ってそうだね。地下と、あれだわ。上と下でなんかいろいろペラ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 喋ってそうな感じがするんですけどね。ということでさあ、こっちやっていきましょうか。前回でね、まあいろいろとね、なんかごっつい、ロングコートダディとかをね、ボッコボコに縛り上げたっていうところだったんですけど、あ、そういえば、あれ？俺、浮気現場行ったっけ？浮気現場は？あ、めっちゃ焦げてた。ごめんなさい、浮気現場。浮気現場でわっこいしてたから。で、こっちの方に行くとですね、まあ、手を手待て、チンチン待て、ペロペロ。あ、今の行って、おーい。で、新しいのがいるね。じゃあ、ペロスペローがな、こっち向いてバーってやってるんで、あっちの方とかいる？いる？あっちの方でも、ペロペロリンキャンディーがいるね。うわーうわーあれ、食らった今。食らった食らった食らった、あー、食らったねー、食らったー、貴様ー。でもね、このワンちゃんね、こう、ぶっ飛ばしてもさ、2000円で飛び散るだけで、残念ながらね、全くもってゾンビと違って移動してくれないんですよね。で、あとやっぱり、どっかのね、DA 団体がうるさいっていうところもあるから、まあ、これ以上はね、とか、そもそも DA だ、わおー。すげえ綺麗だな。うん、変わらない。ただ唯一の動物。え、ちょっと待って、上の方行くと。あー、MPH ってなんだ？ん？マス書いてねってな。あ、全然一個も合ってないね。M しか合ってなかったね。はい。ということで、早速なんですけれども、まあ、おめめから、おめめじゃないな、きび団子をね、頭からブッチュブッチュ出してるっていうやつをね、まあ、救出しに行きましょうというところでございます。で、ここら辺がね、みんなね、ほら、見ていただいて、お分かりの通りで、もう攻撃散らかしてるじゃないですか。攻撃散らかしてるんですけど、なぜかここで電気が復活すると、なんかね、うわー、電気マッサージ気持ちよかったわー。あ、合ってるね、合ってるね。電気マッサージ気持ちよかったわーってね、全員が復活するっていうね、謎のオチが待ってるからね。で、ちょっと待って、これはピッとやって、ピッとやっといて、ピッピッと。で、かな？んで、からの、こっちからの、こっち。あ、じゃ、で、これを、これ確か一周ぐるっと回、あれ？一周ぐるっと回し、ピンピン。ちょっと待って、あーはんあーははん。いゆだな、うふふん。本当に、あれ、こっち行って、こうか。じゃあな、こうか、こうか、こうになっちゃった。こうしといてからの、ってことだから、こうで、こうか。ん？違うな。ちょっと待ってね。私ね、こういうのが苦手マッスルでございますんで、こう、こう、こうで、なんか一周ぐるっと回って、違う気がしてきたな。あーはー、ってことは、こうの、太郎を、それは、大臣さんで、こう、あ、いけたいけたいけた。どっかで一周ぐるっと回さなきゃいけないかな、みたいな、そんだけど、めちゃめちゃ漏電しとんかな。めっちゃバッチバッチーってなってる。あそこでもさ、普通にここ、ドーンってやったら、もうあそこ砕け散るんじゃねえか？まあいいや。そんなことを言いながら、あーちょっと今日あれだね。コントローラーの調子が悪いっすね。やばいね。はい。ベンのメモ。警察署はもう化け物だらけだ。今やばしい、うなり声が響いてくる。だが俺ら、恐れてるゾンビなんかじゃない。コードネーム、ロンコーダディ。奴ら極秘任務。あんなものまで出してくるとは。なんでこいつそこまで知ってんだ。あ、これあれか。タバコ？こんなでっけえタバコな。あ、じゃあこれ瓦礫か。じゃあちょっといろいろ漁ってみましょうか。うわぁ、お目目がいっぱい出てる。まあ、2個しかないんだけどさ。ということでさあ、こいついただいていくぜ。さあ、なんだ？
よくここでこうタイミングよくボイスレコーダーを見つけるよね。うん、こういうところが目ざとい、あざとい。何の説明にもなってないな。まあそうだよね。冷静に考えればさ、まあでもアンブレラ、この時代にあったかどうかわかんないけど、CSR ってあるじゃないですか。なんかね、企業の社会貢献活動みたいなのがあってさ、それに伴って、なんかこの環境活動だったりとか、まあいろいろとあったりとかしたと思うんですけど、うん、まあまあそんな感じで、まあいろいろとあると思うんですけれど、クソめって。ちゃんと、うんちって言わなきゃ。うんちっちって。うん。ね、まあ、最近、まあ、下品なところの話でいくとね、ま、いろいろあったりとかするっすけどね、うん。うん、なんか急にね、娘ちゃんが僕のチンチンは静かにしてくるから、ね。ウィーンウィーンで、なぜか、うわー、みんな復活してるよーって、あれ、こっちの方から出てこないんですか？そうなの？うわ、やばい、追い込まれていく。追い込まれていく。追い込まれていく。めっちゃゾン、あー、お前だけは生き返らないのか。そういうオチになったんだ。うわー、こっちに来るねー。あれ？あ、おて、あ、ちょ、あっちの独房飽きたから、ちょっとこっちの独房に入ろうかなーって、すげーなー。多分、一番ゾンビが出てくる場所だよね、ここね、多分ね。おー、すげー。ジャイアンが、服装変わって、あー、死んじゃいよー。俺の仲間たちをよくもやってくれただす。うわー。で、もう一つの独房に入ってたやつどうなった？焦げ散らかしてんだね。そっか。で、こっち行こうと思っても無理か。じゃあ行きましょう。で、さあ、こっちの方に行こうとする。なんでロングダディ総長？いい加減にしてくれ。お前、なかなかやるな。こういうところってあんまりね、見たことないですよね。あれ？そう。こうなってんの？え？総長捕まってた？もしかして。なるほどね。総長捕まってて、開けてくれてありがとう、お礼にしばいてあげるよっつって来たのか。うん、まあ、3つ目のあれだけはなんか復活できてないけどね。ちょっと待って、その前にさ、こっちの方に行くとさ、また追加で出てくるんじゃなかったっけ。追加、あ、やっぱこれ追加で出てくるから、で、総長がそろそろ復活している頃からだから、もう一発、おい、おい、おやすみ、おい、どん、はい、開けてくれ、総長、はい、おやすみ。で、こっちの方で、うわー、おまたパックリやん。あ、ここに2体出てくるの？おまたパックリ。なんかちょっとエロくない？やっぱり、単発でさ、おっぱいあってさ、女の子って、まあ女の子なんだけど、普通に考えれば。で、ここら辺の独房の中とかね、まあでも大体作りは一緒か。ベッドの位置とかね、うん。で、こっちの方向きながら歩いてて、急にね、ゾンビがわーとか出てきたら、ビビリ散らかすところだ。で、そろそろ総長が復活している頃なので、もう一回お休みをなさっていた。うわーおー、お休み。こんなところでね、いろいろと油打ってっていうやつはなかなかいないと思うんですけどね。はい。まあ、ちゅうことで、独房の中の案内は、以上とさせていただきたいと思います。はい。まあね、アルカトラズ観光ツアーなんかっていうのもね、やったりとかしたくらいですからね。はい。じゃあ行きましょう。ということで、こっちの方に、まだ本当にあれだね、PC が重すぎて、なんかもう、うわー、ドアから入ってこんかい、ぬえー。この時点でさ、なんかまあ冷静に考えてっていうか、あれだよね、普通にベンの頭をさ、ぐちゅぐちゅってさ、なんかもうまるで果実のように潰すことができる握力を持ってるやつがさ、頭よりもさはるかに柔らかい首を持ってさ、潰すことができないっていうことは、やつはこう、なんか、俺を解放してくれみたいな、そんな感じだったかもしれないですよね。うん。これであなたを二度救ったわ。お前を潰して、まさか数えてたとね。スワット、ドゥエ。それはゲームじゃない。このスワットの車はね、駐車場にあったあっちとかあっちとかにもないから、死なないやつばかり。どこから持ってきたのかっていうのがわからない。死なない、ちょっと待って、死なないやつばかりね。やつばかりね。爆弾を仕込んでたっていうね。しれっとね。カードキーは？ちょっと待って、待ってくれ。え？これも最初のケルベロスのこと言ってる？最初のケルベロスも、あれだもんね。結構その死ななかったもんね。3発くらい頭にぶち込んで、まあでも通常ケロベロスね、普通にハンドガンで戦ったら5、6発いるから、死なないやつかどうかっていうと、どっちかっていうと死にやすいやつみたいなところですけどね。さあ、ちゅうことで、これちなみにこれ戻ることできたっけ。戻る、スワットがボコボコ、そして死体がなくなってんですよね。まあ、死体じゃないんだけど、全然ガンガン元気に生きてますっていうところなんですけど、さあ戻る、出るんかーい。なんだ、戻れんだ。まあ、戻ったところでもう何もないから、あれだと、めっちゃ待ってるやん。めっちゃ待ってるわん。で、あそこのスワットを使ったわけでもなく、ここのスワットを使ったわけでもなく、どっかだ？
どっから入れたのよ。まずシャッター開けて、いえいえ、あの、ちょっと待って、あのね、いろいろ謎があるんですよ。その座って、え？本当にその座ってどっから持ってきたの？そしてここら辺にあったワンワンの死体が一匹しか残っていないっていうね。チンチンお手伏せませ。さあ、じゃあ開けて死んでよ、燃えて死んでよ。あー、あなた爆発しないよね。さーて、謎の世界へやっていこう。トゥ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 、私、長谷川マリコ56歳。好きな食べ物は、すすすすすすぽん。すぽんの生き地さえすすれば、すぽんぽん。ただの裸になる女の子。目的の情報はそれか。目的の情報はそれか。残念。あ、めっちゃ走る。私、雨に濡れるの嫌いなのって。酸性を浴びちゃうと頭が剥げちゃうって。あれよく言われるけど本当なのかな。まあ酸性をまあ確かにね、アルカリ成分である頭が浴びたらね、まあ中和されて剥げる。そんなオチあるのかな。さあ、ボン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 、スパーパンスパパンパンスパスパスパ。あなたのジュースを、あなた、ここまでね。あなたのジュースを私に飲ませて、ポンポンポン。ちょ、なんかさ、これこうやるとさ、あれ、なんでこんな汚れてんのよ。あなたそんな血まみれになるほどのあれ浴びたっけ。あ、ちゃちゃちゃうわちゃう、普通にあれだ、ガンショップ剣道の明かりを、たまってかってか。ひどいありさま。さあ、ベリーストゥースアミューヌヌ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 。もう完全にあれだね、もう。まあ、この後さ、なんで、誰だっけ、剣道さんがね、あれ狂ってるのかっていうのがわかるっていうところなんですけれども、もう完全に一杯やったよねっていう話だよね。うん、で、やって、もう、ムカつくわ、バリーンみたいな、そんな後があるんですよね。はい。で、まあ、ここがガンショップ剣道と呼ばれるですね、まあ、非常に有名な、で、このお兄さんもね、いろいろ執筆とかしてるんですけれども、まあ、ガーンで、買うし、売るし、交換もしてくれるっていうね。で、VTCI ということでね、あれですね、TBS じゃなくて何だったっけ、なんか、韓国のアイドルグループは BTS だ。BTS に変わる、なんか新しいグループ。いや、むしろあれだな。BTS の方が後発になるような、この時代だったらね。はい。で、まあ、どこを打つかによって、まあ、点数が決まるんだけど、心臓って大体この辺りにあるから、9点ら辺くらいがね、もしかしたら満点なんじゃない、本来の満点なんじゃないかな、なんて思ったりもするけどね。うん。まあ、そんなことはどうでもいいとして。で、まあ、いろいろあるんですけど、やっぱり限度がね、もう、この街、やばい、もう、終わるっていうところで、まあ、武器をね、お店に余ってた武器のをね、もうたくさんの人たちにね、かけ、あ、なんだ、ジョー・バレンタイン、誰だジルってってなるよね、この時点ではね。まあ、ようやくね、アルカトロズ島でね、ジルとの共闘が生まれるっていう、そんなね、もう感動秘話、っていうのがあったりするけど、F&P、もうゴミゴミしてる。感じてもあれだね。うわー、なんで、うわ、何もしない。ごめん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 、お店で暴れすぎたからですね。お店で暴れすぎたがゆえに、もうお前しばくっつって、人の店で何爆発物やってんだって、俺の店には爆発物が残ってねえんだよ、市民が全員持ってったからなって。まあだからお店がね、もう酒瓶しか残ってなくて、バレルしか残ってなかったっていうのは、まあ、暴徒化した市民をね、なんとかね、守る、暴徒化した市民から身を守るために武器をたくさんの人たちにね、分け与えてしまったっていうところがあるからね。はい。その子が変わる前に処理しないと。処理しないとっていう言い方がちょっとね、まあ、とんでもなくね、まあ、エマちゃんね、まあ、多分すごいこう10代から20代にかけてはまあおそらく美人になってたかなというふうに思うんですけれども、はい、そこを出るなと言ったろ。美人になってたんじゃないかななんて思ったりするんですけどね、やっぱりね。でもね、多分30代以降になってくると、お父さんによく似た恰幅のいい感じのスタイルに、もしかしたらなったのではなかろうかという、まあ、そんな予想やら妄想やらっていうのが頭の中で膨らんだりとかしますけどね。まあ、皆さんはエマちゃんに対してどんなあれを浮かぶでしょうかということでね。まあ、エマとエマあんた警官だろ、それぞれね、娘さんに関してはなんでこんなことになったんだ、なんで俺たちがこんな目に遭う、いろいろね、警官だろうってね、警官なんでこんなことになったとかって言われるって、それはどういう意味合いで言ってるんですかね。うんうん、例えばこの事件を引き起こしたこと自体を言ってるんだったとしたら、ぶっちゃけお門違いですっていうところだけど、ここまで市民が暴徒化したのをなぜ貴様たち止めることができなかったんだべやっていうことであれば、もうそのツッコミはもうおっしゃる通りっていうことにはなってくるかなと思うんですけどね。はい、というわけで抱きかかえて、今僕の娘が2歳半で大体12キロくらいなんですけど、まあ2歳半って言ってももう、まあどっちかって3歳にも近い年になってくる、2歳8ヶ月9歳くらいかな。
なんですけどね、まあ12キロを超えたというところで、ね、娘と2人にして、まあ、12歳の女の子ってなってくると果たして何キロくらいなんですかね。40キロはいかないくらいか、12歳の女の子。まあその成長にもよるけどね、嫁さんがね160センチをまあはるかに超えてる身長になって、結構まあ女性の中では大きい方で、僕が171センチ2センチ調子がいい時3センチみたいなね悲しい音が聞こえてきたね。何が起きてるのか教えてくれ、うん、っていうところなんですけど、こんなことを止めないと、うん、だからまああんな人たちを救いたくて、嫁さんに似たとしたらだいたい163、4センチくらいになるから、まあ150センチ後半くらいには、小6くらいだったら女の子だと成長が早いからなるのかね。そうなるともうでも30キロ台、30後半とかって普通になってくるね。30後半はあえて片手で抱きかかえるっていうのは相当使いとかにもいかんなっていうのが、なんか今なんかよし頑張ろう、うん、おっちゃん頑張るで。その頃には40歳になってるけどな。さあ、ちゅうことで、この先に進んでいこうと思います。で、まあ、いろいろとね、あったりするけど、はい、カチャン開けてください。で、まあ、いろいろとね、ここにね、ゴミ等々あるのはね、もう仕方がないかなっていうところですね。もう、捨てに行く余裕がないからね。でも、とりあえず、まとめ、ゴミをこうやってね、袋にまとめて捨ててあるっていうことだけでも、やっぱり、その、生きようというね、違いは生まれているのかなっていうふうには思いますよね。じゃなかったとしたらさ、もうさ、食べたものとかそのままさ、捨て散らかしてさ、もう匂いとかそんなの関係ねえと、もうどうせ死を迎えるところの直前まで来ているんだから、もう今更関係ないよねっていう、そういう気持ちになったりとかするかなと思うけど、はい。ほい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 。ああ、そうか、でも一応あれだね、間違いで落ちないようにっていう意味での方法を見るというところなのかな。まあ、ここがね、一体どんな性質をしたのかっていうのはね、ちょっと明かりでこうって見ていきたいけど、まあ、明かりがあまりにもね、一瞬過ぎて一体何が起こってるのかっていうのはさっぱりわからないんだけど、まあ、ここでね、洞窟掘り掘り穴掘り掘り掘る穴は、科学者がこんなところにいる。ちょっと、で、まあ、なんでこんなところにコーンとかいろいろと埋め立てて、ボンボンボンって、こう、ね、よくさ、廃墟とかでさ、椅子が倒れてるとかだったら、もう、経年劣化でこう崩れるとか、風が吹いてやったとか、揺れて、ね、倒れてしまったとかって、なんかいろいろ分かったりするけど、ここに関してはなぜこんなにね、アイテムがこう、無造作にこう、ぶち込まれているのかっていうのね、もう、鉄格子の向こう側になんであんな、大きい石っころが、ね、石っころというか、もはや岩レベルだとさ、なんだよ、今のは地震か。はい、まあ、通称リアルワニワニパニックが今から始まろうとしているんですけど、ずっとついてくるじゃん。もうさっさとそのコート抜いてさ、おっぱいポロンって出してさ、もうもみもみさせてくんないかね。ただのセクハラ親父。こんなのをさ、もし仮にさ娘ちゃんとか見たら俺となるんだろうな。不潔、違うパパ、不潔じゃないよ。何が出たか分からない。嫌われるまっしぐらだな。よし、で、ここら辺を預けて、ショットガン。なんかでもショットガンとか拾わなくても、なんか拾い忘れたアイテムの一部はあれらしいっすね。なんかどっかで手に入る。ケンプルだったかな、とかでどっかでなんか手に入るみたいな、そんな噂を聞いたりとかしたんですけどね。はい。ということで、もうこっちの方で、まあ、もともとね、飼っていた小さなアリゲーターちゃんですね。まあ、クロコダイルだったら、もうそれこそ人をね、人の首をバーンって食いちぎるようなくらい大きいワニなんですけども、アリゲーターちゃんですから、まあ人の腕に噛みついて、なんかプランプランするような、かわいいかわいいサイズなんですけど、ね。ああ、なるほどね。こっちの方に来たっちゃったのか。こんな明るくするとね、いろいろと、ふーって、あ、結構奥まで、あ、ちょっと、着弾しない。着弾しねえぞ。どういうことか。するんかーい。うん。ねえ、あっちから行って、でも、今、あれね、見たらさ、右の方に曲がっていくようななんか通路が見えてたと思うんですけど、これ左だよな。またドーン、恐竜が、まあ、珍しい地震が起こってるのかもしれないですけど。ね、で、こっちの方降りたら、ってなっているわけなんですけど、まあ、とりあえず降りて、信じましょう。で、ただしね、何が起こっているのかっていうのはね、何が起こってるかじゃねえ、どっち側に逃げるのかっていうのはね、ぶっちゃけあんまり覚えてないっていうところが、正直なところなので、食べられてしまったら、その時はもう仕方がない。はい、リアルワリワニパニックの罠に。本当にこっちでいいのか？ってこと。右だったっけ？左だったっけ？どっちだったっけ？なんか、一回食われたことか。待ってろ。待ってろ。まあ、やっぱりね、女性の前でね、一時カッコつけたいっていうのはね、やっぱね、男性の差がなんでしょうね。あ、そっか、だから右側から行ってぐるっと行ってもらったら、ね、お前よくもタダでプレイしやがって、俺ら100円逃げてくれないとね、動くことがないんだよ。早く逃げて。まあ、でもね、ここでね、早く逃げてっていうのがなんかちょっとやっぱりね、ちょっとレオンに惚れ始めているっていうところなのかもしれないですよね。こっちか。まあ、これがもう完全にプログラミングされているっていうのも、また単なるイベント済んだんだよね。冗談じゃない。さっきさ、普通に考えればさ、走っている方向に逃げようとするよね。うん、
バーン、お目目がパックリ。まあしかしまあここまで大きくなるまでよくこんな狭いところでね、あの暮らすことができたよね。餌も何もないでしょうね。さあ果たしてこれは一体どこまで我慢すればいいの。ガブ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 、うわーディアー。でもそもそもさ、うぅあれこれガス管なのかな。うん、まあガス管なのかどうかっていうところもあるけど、まあそれはいいっすわ、それはいいっすわ。あのあれっすよね、これさ、仮にこのパイプを食わなかったとしてそのまま突っ込んできます、そのタイミングでバーンってやってももしかしたら倒せるかな。まあ笑えないっすよね。いいから上がって、え、上がった先で何をするのかい。お兄様、お兄様、あ、そっか。だから油断しないで。ね、まあ油断しないでって言いながら、ね、人を化け物にするウイルスじゃなかったのか。あれは言いながら、まあ多分今ね、エイダがね、全くもってこっちの方を振り向いてくれない。多分おそらくまあ匂いがきつすぎるからっていうところかもしれないですね。はい。まあ口臭、体臭のきつい男はね、まあこれでも女性も一緒なんだと思うんだけどね、まあ相手にされはないよな。うん。こんな口臭、体臭がきつい、まあ口臭がきついかどうか知らないけど、体臭がきついような状態でね、まあ、よくこう付き合っていただけますよね。ということで、ボタンを押していきましょう。じゃあ整理させてくれ。自動で案内してくれる。アンブレラは化け物をどこに売るつもりだ。アンブレラは軍か、いや違うな、国だな。他のどこか。売るのは化け物じゃない。まあそうね、ウイルスだよね。化け物ごとやられたらね。それを作ってるのはアネット。で、アネットが作っているわけではない。おー、なんだ今さっきのワニ、ブルンってめくれ上がったぞ。ブルン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 。え、そこまでめくれ上がって変な状態になってるんだけどさ、もう脱いじゃえば、はい。ということで、この先す、え、この先進んでいくって。ああ、なるほどね。ちょうどいいね。うん。ちょうどいいところに来たので、おいで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 、姉さん。姉さん。おいで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 。え、姉さんおいで。ほら、おいでよ。ほら。ほら、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 ほら。ああ、全然揺れないな。やっぱりあれなんだな。多分な。本物じゃなくてパッと入れてる可能性が高いよね。ほらほらほら。完全に奇妙な動きしてるけどな。パッと入れてる状態で、あれ、うん、ああ、そういうことか。エイダに向けて銃は構えられないっていうあれか。よいしょ。でっでっでっで、あ、もう全然近づいてくれなくなってしまったね。はい。あれ姉さん、姉さーん、おいで。ん、全然来ない。まあ、ちゅうことで、次回から、ツアーガイドが、あ、おぉ、ほんとに姉さんに嫌われ、うわぁ、めっちゃ嫌われるやん。めっちゃ嫌われとるんかな。はい。まあ、ということで、まあ、姉さんがね、ちょっと、レオンが臭すぎて、あまりにもね、あなたツアーガイド首をって、次回から私がやるわっていうことになってしまいましたんで、まあ、ちょっと一時的にね、ちょっと匂いを、おぉ、なんか、ステップが奇妙な状態になってるの。はい、はい、ステップ、ステップ、ステップ、バイステップ、端っこに追いやって、ドゥン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 。はい。まあ、ということで、まあ、ちょっとね、まあ、力関係はあるんですけれども、強烈なセクハラをかましながらね、一旦ね、終わりにしたいというふうに思います。ということで、次回ね、ちょっと一時ね、体を洗ってもらうために、レオンくんには、ちょっとお清めに行ってもらおうというふうに思っております。ということで、次回は、エイダ姉さんのツアーガイドをお楽しみいただけたら幸いでございます。では、次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。では、また。あ、ついに来てくれたわ。ありがとう。でもこの部屋がもう匂いで充満してるからこれ以上入りたくないわーっていう状態になってるね。はーい。ではでは。